日本語学校はワシントン州タコマの日本人街にあった建物である。この日本語学校は第二次世界大戦前にワシントンに存在した24の日本語学校の一つであった。校舎は1922年に以前からの小さな建物に変わってより多くの生徒を収容するために建て替えられた。ワシントンの外国人法で 外国人が土地を所有することは禁止されていたため、3人のアメリカ人及び2人の一世の日系アメリカ人により構成された、学校法人により所有された。2つの土地を1600ドルをかけて購入し、9000ドルを使い建設された。1926年に完成した。この時点で10年間、荒廃したままとなっていた。学校では、英語、日本語及び、 日本文化を教育していた。第二次世界大戦の間に、この建築物は日本人の居住者を集め、捕虜収容所へ送るために使用された。1993年、ワシントン大学が建物を買収した。大学はその年、タコマ市歴史的建造物保存委員会に対して、建物を取り壊して、記念庭に作り替える許可を申請したが、委員会は許可しなかった。2001年、 タコマ市は大学に対して建物が安全上問題があるとし、翌年保存委員会は建物の取り壊し計画の見直しを始めた。大学は建物を改修するための費用の見積もりが300万ドルに上るということでコストの負担が不可能だと決定した。建物はタコマ市の記念物であるとともに国家歴史登録財に指定されたが、1940年代以来、 無人のまま置かれ、2004年に取り壊された。アメリカ合衆国には、西海岸及びハワイに50近くの日本語学校が存在したが、同校は取り壊しの時点で2件だけ残されたうちの一つであった。ありがとうございます。